せーの。Stop the Avatar! I will come through the Black Gate now! Do not let him near! 比較的早めかな。あー、ポイントが、ポイント見失った。So, あ、やった記録更新しました。やった、とうとう2秒もいったぞ。とうとう1分5秒台を超えた、1分4秒台まで到達した。やった1秒17更新しましたね、自己ベ。これでまたスピードラン .com 更新できますね。スピードラン .com の記録準拠で言えば 1秒8ぐらい更新したのかな。ありがとうございます。うん、 UFO プライングウルティマス7ブラックゲート、やったとうとう更新したぞ。これであの怪しげなスピードラン.com の記録がね、上書きできますね。1分4秒台、これなら文句は言われまい。スクリーンショット撮って、これが SSD 効果 W。 でも実際あったかもしれませんね。読み込み全然書くつきなかったし、毎回一番最初の赤い画面の読み込みとか音がブチブチ言っていたり、キャッシュに入っていてもなんか書くつきがありましたけど、 SSD のおかげでかなり滑らかになりましたね。やっぱ SSD 効果ありますね。ちゃんと意味あるんだ。やっぱり IO 周りのアクセスの速さがそのままつながってるんでしょうかね。ハードディスクの反応速度と SSD の反応速度の差ですか。いや、これはいきなり SSD 効果が出るとは思わなかったな。やった、これは後で今日明日中にまたスピードラン .com に申請しておきます。よしよし。となると最速記録とあと何秒、5秒、さ5秒ってどうやって縮めればいいんだろう。ちょっと私には分からないけど。よし、じゃあちょっとファイルの更新しますのでお待ちを。